にちは。こんばんはかな。久々に通販そんなんです、最近こっちにあります、ムッタンこと Mustang スクワイヤーですけども、手に入れました。で、ストラトはまあいろいろ使ってる人が多いので、どういうことをするのかというのはあれなんですけど、この Mustang っていうのは使ってる人が非常に少なくて、チャーとかカートコバンぐらいしかありません。で、最近ですとこの K4 のアズニャンが使ってるんですけど、どんな音がするのかなとよく聞かれたりします。で、この間ある人に聞いて、ムスタングってこういう音がするんだっていうようなことをよく言われたので、ちょっとこの兄貴分のストラトとどんな感じで違うのかというのをこう比較対象で弾いてみたいと思います。まず最初にストラトのこちらの方はまあよくご存知だと思いますけども、クリントーンからお聴きください。足元にですね、一応セレクターをつないでますので、よいしょ。ムスタングがですね、ご存知の通りに非常にこのスライドスイッチがこうなってます。非常に使いづらいです。オンとオフでこれがまあ一緒になる。で、こいつを真ん中にするとオフ。で、これを逆にするとフェイズサウンド。まず最初にフロントとリアの並列サウンドですね。
歪ませてみようかなと思います。まずオーバードライですね。オーバードライブを入れまして、のセンターを弾Thank you.
ですね。でこのまま同じエフェクターのセッティングでムッタン A にしたいと思います。ん？はい。ということで、ムッタンとストラトの